伸びてけ。ビョンビョン大作戦は、コナミデジタルエンタテインメントから2008年にリリースされたアーケードゲームである。E アミューズメントパスに対応していたが、2011年9月30日に E アミューズメントサービスを終了した。同社からリリースされている、東京王国ガシャンシリーズからのスピンオフゲーム。プレイヤーはパパが新たに開発した新メカ。 メテロイヤーを操作し、ミニゲームを攻略していく。基本的なシステムなどは、東急王国とほぼ変わらないが、東急王国よりもさらにポップになっており、的や背景が、かき割りのような雰囲気となっている。いいアミューズメントに対応していれば、春ゲームに挑戦でき、いいアミューズメントパスを使用した場合は、最終ステージクリア後に、さらなるステージに挑むことができる。 西暦 20xx 年、地球にはある重大な危機が訪れていた。その存在にいち早く気づいた探査機関 ONASU はかつてはスペシャルプロジェクトチームに所属し、現在は一線を退いて発明家となったパパにある開発を依頼する。苦心の水ようやくプロトタイプが完成するが、そんな苦労など全く知らないミッチェル、9位、ペットのトビーが、 開発室に忍び込み、メテロイヤーを持ち出す。大人げないくらいの剣幕で怒りを追いかけるパパから、トビーたちは、ビョンビョンシティを巻き込む、大闘争撃を繰り広げる。東急王国シリーズとは違い1ヶ月で変わり、4ヶ月で一回りする。ありがとうございます。